タレント、おすぎとピーコの兄ピーコ、78、が、万引きで逮捕された。あと、高齢者施設に入所していたと報じられ、芸能界は、騒然となった。二人は、近年、芸能活動を停止しており、就活に取り掛かっていた。20日配信のニュースポスト7によると、ピーコは3月、買い物で訪れた店で万引きして逮捕された。認知症の症状があったとみられ、その影響で盗んだ可能性があるという。釈放後、横浜市内の自宅に戻らず、弟を過ぎ、7、8とは別の高齢者施設に入所したという。ピーコは2021年、秋頃から先に認知症の症状があったおすぎと横浜市内で同居を開始。老介護になったが、ピーコも同時期から認知症とみられる症状が出始めた。介護生活がままならなくなったため同居を解消し、おすぎは昨年2月頃に高齢者施設に入所していたという。かつては、おすぎとピーコとしてバラエティ番組で活躍。ピーコは、ファッション評論家、おすぎは、映画評論家としても活動した。近年は目立った露出がなかったが、裏では、就活を始めていたという。ピーコさんと、おすぎさんは共に21年末をもって活動を停止していました。二人を知る関係者 B、コア21年12月放送の東京 MX 情報バラエティ番組5時に夢中の出演が最後とされている。おすぎはかねて体調不良が続いており、レギュラー出演していた福岡ローカルのラジオ番組を同年12月に卒業していた。ピーコとおすぎはそれぞれ個人事務所を持っていた。ピーコさんは21年春に事務所を閉鎖し、専門、家の協力を得て、清算手続きを完了させました。おすぎさんは先に認知症の症状が見ら、で、事務所の整理は進まなかった。昨年夏に、ようやく事務所を閉鎖した際は、横浜市内の弁護士が、清算手続きを担い、これを完了してもらったんです。どう二人とも念を重ねて、活動は困難になると悟っていたとみられ、少しずつ就活していた。それぞれが施設で、ゆっくりと、余生を過ごしてほしい。